はい。竹雄？竹雄来るな。ちょっと待って、竹雄やばい。竹雄。隠しろのプテハシ話していいですか？じゃあ砂ザメさんかプテハシさんかな。そうですね。隠しろの僕疑うんですか？さあ、よろしくお願いします。今回はクルーメイト。やっていこうか。え、大丈夫？僕は、今回はマジでクルーだからちゃんとタスクをしっかりやったりとか、殺されないようにして頑張るよ。何？小夜ちゃん？一緒に行く？ん？あ？小夜ちゃん？どうした？いやー、ダウンロードとかやりたくないなー、正直。白いボタン行くか。どうしたの？おーっと、このボタンは非常に白いんじゃないですか？とも限らないぞ。なんだ今の言い合い。皆さんがね、お元気かなと思って、僕心配で。早くない？いや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 。一応説明しておくと、プテラ高橋さんはこの後死体を消すっていうボタンをね、押したら死体全部消えるんですけど、その権利を失いかつ、めちゃくちゃあったキリチャンスを全部捨ててボタンを押してるっていう形ですね今。はいはいはい。っていうことなんですよ。それは白いな。うん。でしょ？なるほど。でもわからん。それを見越してでの黒かもしれん。まあまあまあ。その10人で話したかったんですよね。いや僕なんかその本当にみんなが心配でさ、やっぱ。もう、うさんくせえぞ。もう、ボタン押せないし、もう使い物なんねえから、つって。いやいやいや、これからもみんなを。もいや、センターさん、それを言い始めたら、もう、ここはもうチキンレースですよ。もう、プティラさんに投票するかどうかっていうチキンレース始まっちゃいますよ。あ、そうやって振るんだ。あ、竹雄が入れてるわ、僕に。ああ。早い。あれ、ちなみに竹雄くんバグが起こったわけじゃないよね、確か。なんか、その字で。あ、赤身前で全然バグじゃないです。自分の意思で立ってます。怖えよ。自分の意思で立ってるんや。ペンペン怖えよ。上司に言われてるわけじゃないよね。いや、もう自分の意思であそこに立ってます。自分の意思で立ってる。アバハラとかじゃない。大丈夫？無理してない。大丈夫、大丈夫です。立ってるのは大丈夫ですか？じゃあまあこれからはね、殺されるか不安な可愛い子ちゃんたちは僕についてくるようにねしていただければ。腹立つわ。これなんだ。どうしたん？いきなりキザなナンパ師みたいな。可愛い子ちゃんたちはぜひ僕についてきていただいて。じゃあ行ってみます。あれはひばりちゃんとか バグなかったですか？他の人は今投票できますんで大丈夫だと思います。僕とひばりさんが高橋さんついてきますね。あ、じゃあそうしますか。はい、あ、すげえ強そうな人誰が来てくれるわ。はい、じゃあそれでどうしましょう。なんで入ったの？なんで入ったの？なんで2入るんや。え？ちょっとまあとりあえずここ今のうちにねこのタスクこなしとくわ。いやまだキルタイム的にはまだ大丈夫だな。うん、はい。竹雄？竹雄来るな。ちょっと待って、竹雄やばい。竹雄やばい。竹雄やばいぞ。ちょ、これやばい。逃げよう。よし。あー、竹雄が来てる。怖い。助けて。誰か。あー、いっぱいいる。おー。いや、怖い。あれ？え？リンネ？いや、え、いや、これ
はい。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 話していいですか？はい。はい、どうぞ。ロアエンジンの奥のところで、ズズさんが死んでるんですけれど。え？はい、はい。今、じゃあ、分かっちゃったな、僕。これ、リンネさんですよ。ですよね。違う。なぜ我々になったんじゃん？ロアエンジンの下側から、リンネさんが、うんうん、あの、弁当あるとこね。下側からリンネさんが上の方に登って右に抜けていくのを確認したから、あ、リンネさん弁当使ったかなって僕ちょっと一瞬思ったんだけど、レポートは光らなかったから、まあ別にいいかな。奥探しに行こうとはしなかった。僕はナベコさんは行ったんだ。これはロアのタスクをしようと思って奥入ってったら死体が見つけたっていう感じ。なるほどね。我らはロアエンジンを確かに通って通路の方に出たけれども、一瞬確かに沈んでしまったけれども、特になんてロアエンジンで殺したわけではない。もし我らが殺しとったら弁当で逃げるわ。あーでもまあ確かにね。リンネさん的にはじゃあ光らなかったんだ。光らない、あのレポートが光らなかったんだって。あそこまで行ってないな。はい、どこじゃ。奈々子さんとプテラさんは同時に見つけてるということですよね。話す。多分奈々子さんが先進んでて、後ろ多分ほぼでも近くから、プテラさんはこっち来ずにあのストレージの方向かったんだよね。そう、僕はエレクトリカルの方に行った。なるほど。その後ろに武雄さんが来てるはずだから。いました。はい、あの俺が切るはほぼほぼ不可能なのは多分その二人が証明してくれると、うん。なるほど。でも、うん、リネさん下に行ったんだったらレポート光ってるんじゃないですか。それどうですか、プデアスさん目線とか。いやちょっと分かんない。光ってるはずなのに。光ってるかどうかはちょっと分からん。七子さん視点で言わさせていただきますと、リネさんは必ずレポートが光ってたはずですわ。はい。場所を少し詳しく教えてもらえないかな。ロアエンジンの左奥下ですわ。左奥下。あ、なるほど。あ、そこはさすがにでも下に行ったら光りますわね。光るん。つっちゃおう。8位です。冗談は休み休みたまに。違う、これはじゃない。やっぱカフェテリアにだから全然わかんない現状が。ねえ、ちょっと。死んでもらえない。これもう。ロラさん、あなたのことでしたわ。何時嘘つきがいるの、こんなに。あ、そうなんだ、リトルさん。やったな、やっちゃったね、わらわ。多分そうだよな。さすがに今のはもう多分そうよ。はいはいはい。はい、まあ一応アリネさんスピーカー見てたけど、まあいいか。一応、はい、他に可能な人がいたかどうかっていうのを整理しておいこうかな。まあでもリアクターにいたのが僕と、リアクターで確認したのが僕とプテアスさんとナナコさんと小色さんと先端さんの5人がいたのを確認してて、最初あのタスクを左目タスクやりに来てたりしましたよね、5人が、うん、で僕と小色さんは、うん、セキュリティ側に移動してて、その間に2人でなんか下の方に下っていくのを何人か見てたんですよ。で小色さんがちょっとカメラ見てましたよね。え、そう、あの、そうだよ。で砂田の目線、多分先端さんは無理な気がする。アッパインで私カフェテリア行った時に、はい、ちょっと隠しろのプテハシ話していいですか。あの話すと、奈々子さん視点はなんかさっき奈々子さんの方が前に立ってたけど、自視点は僕の方が前にいたんですよ。あ、そうなんだ。そう、うん、でリンネさんがあのロアの下側からニョキッと出てきて、でその後ろに奈々子さんがいたから、リンネさんが生きてるズズさんを見たよって言ってたら、もしかしたら奈々子さんが殺して即レポの可能性はあったんですけど、うん、リンネさんは生きてるズズさん見てないっていう話だったから、もうじゃあリンネさんだなって自視点はもう確定かなって。だからロラはいらないかなって思うけど、まあ一応ね、ナナコさん入れたいっていう人がいたら僕は全然入れたいもいいと思う。まあでも、まあ一応可能性があるとするならば、相方が殺したキルを見ちゃってわらは殺してないって言ってる可能性もありますよね。うんうん、うん、確かに確かに、そうですよね。ああ、なるほど。弁当に入ってってこと。ひばりちゃんはどこ行ったんですかね。私はその時ずっとリアクターのあの作業してました。あー、見た記憶か。見てん、あ、だからちょっとそのあたりリンネさんを見てないですね、ちなみに。うん、じゃあ大丈夫か。そりゃそうだ、だって俺が殺してたらあそこでリンネちゃんが絶対に、いや、ズズソンとさっき一緒にいたよって言うもの。
まあなんかスキップ入れてる人、インポスター2人プラスもう1人ぐらい。入っとるわ。入っとるわ、僕に。いや、僕は殺されるだろうね。今一番殺したい、今最高に殺したいプテハスでしょ。先端とは一緒にいたくない。ナナコさんわからん。ナナコさんでも白じゃないかな。ちょっとナナコさんとついていってみよう。しょぼ、コエルちゃん、コエルちゃんついていってみようか。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ああ、あ、今の先端に殺されなかった。先端白いかね。え、え、うわ、おい、マジかよ。おい、あれ、アドミンで先端が死んでたんだけど、はい、5秒前まで生きてた先端は。はい、だから今アドミンの弁当かなんかにいると思います、多分。なんで5秒前まで生きてたっていうか、ストレージの、ストレージのゴミ捨て場のところで、先端がゴミ捨て場の上から上がってくる先端を僕は目撃していて、僕はゴミ捨て場の下の方にゴミ、行ったんですよ。で、うん、ゴミ捨てのタスクは言わなかった、まあ、タスクやって上に登った時にアドミンで光って先端が死んでたって感じです。5秒前まで。じゃあ先な、はい、先な話すけど、ナナコさんとヒバリちゃんは絶対ない。2人で、はい、1人から、リカルでいました。はい、僕と小色さんも絶対にないです。あったかいところの上に乗ってるのを見てた。あったかいところってどこ？弁当の上に。ところ。僕は先端さんと僕と小室さんの3人で弁当芸を3人で買ってやってて、どこにいたんですか？ロアにいて、その時七子さんもいましたけど、その後七子さんは別れて帰って。え、浮いてる人誰？もうその後僕たちはアッパーの方に移動します。小室さんと僕は。私も多分浮いてるかもしれない。誰ともすれ違わなくて、壁の上。でも私、そのリアクターの作業やった後、リアクターリカル行くときに武雄さんとすれ違ってるんで。そうですね、リアクターの前の十字路で武雄とひばりさんすれ違ってるんで、うん、ちょっと距離的には無理だと思います。武雄さん今位置どこですか？今リアクターですね。リアクター、あ、いや今十字路入ったのかな。リアクター終わって、じゃあ砂ザメさんかプテハッサンかな。じゃあそうですね、隠しろの僕疑うんですか？確かわかんないん。じゃ、オーラでもいいけど、どこだったら。え、砂ザメさんそんな感じなの？え、じゃあ、かた、砂ザメさんと僕がペアになるよ。いや、もうちょっと遊びたいっすもんね。違うんですよ。砂ザメさん。プテハスさんね、ほんと白なんですよ。残念だけど。なんで？ずっと追いかけてたんです。怖いこと言うな。でもこのターンは一緒には行動してなかったんですけど、ずっと一緒にいたんですよ。じゃあ守ってくれるって話だったので、あ、ちょっと目覚めさ置いてる。あら、これで死ななかった竹雄さんだ。じゃあ、ナイス、ね、ナイス、申し訳ございません。やりました、やりました。思わず殺してしまいました。いや、そうだ、ね、思わずね、思わずやりました。まあ、票も入ってたしな、うん、俺たまたまな、ちょっとタスクやろうと思ったらリンデさんが来ちゃったから、ね、あーってなっちゃったな。いやー、でも面白かった。いや、全部終わったみたいに言うけど、瞬間があんなにも心地が良い人だな。いや、そうだ、昼の瞬間ね、最高だったよな。あれを味わうためにインポスターやってるんじゃわな。よし、じゃあ、マシマシで。
ファッション出しました。全開でいきましょう。よろしくお願いします。最初の議論からちょっと今は静かめで、ちょっとじゃあ最初の議論の時からもファッション全員強めでいきましょう。はい、よろしくお願いします。皆さん、本当に。楽しくね。わらばも頑張りますので。あ、すみません、かぶってます。映ってる。そうなのかな。やめてください。わらばもやろう。やめてください。やめてください。ああ、こういうちゃん、いい子だな。とっても良い子じゃ、わらば産みたい。ダメだよ、独身だからダメでしょ、それは。なんやねん、産みちゃいけ。深いまでされちゃう、深いまで。我が子に、我が腹に宿れ。やろせんだ。OK。よろしくお願いします。来る。さて、行きますか。最初はどう行く？最初どう行く？あ、そう行く？なんだ？なんだこのやりとりは。リアクター？うん、ついでにリアクターのタスクを。嘘だろ、最終戦でこれかよ。早いな、早いよ。早いな、早いな。今、誰がやった？誰がやった？同じ人狼勢としてこの仇必ず晴らす。さあ、誰がやった？おい、これは誰がやったと思うぜ。おぉ、誰だ、その機能はどこだったんだよ。まずはそれからだ。リアクターで、私全然多分リアクターだと。まだこの、かも有名な男で指糸みたいなやつをやっていたんだ。指糸みたいなやつをやっていた。指糸ある、おつやってあるけど、ここのなんじゃそれは。いや、分かってないか、指糸。殺してくれ。いた人、誰か名乗りあげんかい。出ないよ。はい。上の方にいたような気がする。俺もこれ雑キャでしょ。上のタスクやっとったやつ言わんかい。はい。はい。いや、あたあれやったんだ。いっぱいおったな。人間しかおらんねん。これ田辺さん絶対わざとじゃないだろこれ。ミスキルの犠牲だったわ。田辺さんの場所みたいな、ちょっとなんか。みんな俺ってミスキル役取ったんだよ。あんまパッション分かってないよ。パッション弱い。あんまパッション分かってない。これはインポスターじゃん。え、でも7個がセキュリティから出ていく。でもセキュリティで私見てたから7個が出ていくとこちょうど直前に見たぞ。そうじゃん。じゃあ違うわ。つまり7個はキルができねえというわけか。じゃあ違うやないかい。何そのツッコミ。なめんなよ。あと、わらわずっとコイロちゃんストーカーしとったんじゃけど、コイロちゃんはやってない。わらわが証明する。ストーカー言うとあかん。授業参観のつもりで見とったわ。つまり犯人はもう宿してる風で喋ってるじゃない。左に左にいた。僕の犠牲は無駄にしないでくれよ。わしゃ竹雄殿しか見とらんわい。じゃあこの3人の中におるの。わからんな。違う。誰じゃ。くせ者は誰じゃ。わからん。これ。生かして帰るわけにはいかんの、これは。辻斬りがおで。打ち込みにしてくれるわ。やべえ。一切議論されずに終わっちまった。マジかよ。まあ今日はでもまあ勝ったからまあいいか。インポスターで勝ったから。何？誰？いやでも私的には、どうしたの？でも正直このナさんとナナコさんが二人で共に生きてくれればいいんじゃないかなって思うの。メンバー変わる？メンバーいない？メンバー変わった？なんか恥ずかしいけどでもいいよ、スナちゃんが。なんで恥ずいね。何が恥ずいねん。ねえ、スナちゃん、どうなのよ。一応さすがに、ペアだったらさすがに飲めます、それは。あー。ねえ、スナちゃん、行って告白の女子やんけ。じゃあもう、行っちゃいなさい。告白女子高生。私、ご自愛を。これ、みんなで一緒に。
ザメくんにくっついていけばいい。じゃあそうしよう。じゃあそうしよう。一緒に近づく。次回のアマガスは津田さんでモテモテどうするの？あいい。次回もじゃあそうするね。ここ入りたかったよ。ここにいたかったよ。確かに。衝撃やっぱ。危ない。ポジティブに考えてるけど。危ない。我々スイミーが巨大な敵を倒しに行こう。俺が目になる。はい。おお、なんでこの一番盛り上がってる試合ね。おお。もう今年1期入ってるっつったじゃん。今年でね一番本気だったんだよ今日。なんで僕だけ、しかも墓場も暇というね、僕だけ殺されてんだよこれ。お誰だ、リンね。どうすどうなんだなんだなんだ、何が起こった何が起こった、マジでわからんマジでわからん。右下から左上に通ったのがズズウウウウに見えたけど、ちょっと確信はない。おい待て待て、あのね聞いて、俺じゃないのよ。いやでも足りないな。いや俺じゃ本当に俺足りないな。それじゃ先端恐怖症の高等テクニックやって。いやごめん、パッションとキャラが足りない。キャラ足りないんだよな。キャラ足りない。キャラ、いやでもわかんない、ほんとわかんないこれ。死にさらしなさい。死にさらしなさい。みんなみんなバカ。地獄に落ちな。この状況さっきと。いやいやズズさん、なんでミュートなんだこれ。そうじゃない、でも早いわ、僕死ぬのめっちゃかわいそう。参加したかったよ。めっちゃ面白いぞこれ。残念。いやでもリンネさんもまあまあね、足はザメちゃんとぴったりくっついて、ザメちゃんに容疑をなすりつけた方がペアだから。あいや待たれ、ここは先端殿じゃ。だって自分でキルして即レポじゃろ。ここはさっきレポートしたのも先端じゃしの。ここは先端じゃ、もう飲みきれ。これで七子さんだったら超厄介って。そうだろ。これで詰めてなかったらこれ終わりだろ。じゃあじゃあどうか逃げられてるぞ。終わりかどうかっていうことだろ、ね、これ打ち垢があるから。いやいやいや、あーいらっしゃいませ。いや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 、これはちょっとこれもキル早くてもうやりたかった、やりたかったよこのくだり。そうやな。いや本当に殺されても構わんわしゃ、もうそれで。あれきもしもおときは俺を刺してくれ、それでいい。小色殿はどう思います？これ実は言ってなかったんだが、ザメくんがシュッてやったように見えた。待って待って、言ってなかったよ。おせえよ。大事大事。小色の兄貴。小色感心しよう。大事。わしは生きとるんか。やるぞ。強い。治ったらもうすぐ全部閉めていきに。なあ、それやればいいんですね。あ、なるほどね。だったらその緊急サボタージュがたまるまでの時間を有効活用できるから。なるほどなるほどなるほど。あれ？あ、ここか。あれ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 今あれ？あれ？え、間違えたねこれね。今ベントゲしたら今これしたね。これサボタージュ押そうとしてベント、ひばりちゃんと竹雄さんに見られてんねこれね。竹雄さんはどうかな。これやばいこれやばいこれやばい。見られてたけど、殺さなきゃ殺さなきゃ。あ、サボ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 、あ無理。あ、はいね、聞いて、はい、見た私ね、見たの、私見たの、スナザメかベントで出るとこで見たの。あーもうじゃあこれは決めてもらうしかないじゃないですか、こういうのの兄貴に。リアクターで出るところを見たわ。あーまあここの裏表もて、最後に決めるのは最終的にやっぱりコールの兄貴ってことになってくるんじゃないますか。メドメインが出てきたリンゴちゃんがメドメインの通路の上で竹雄さんを、竹雄殿を切るしておりました。何言ってんのこのブス、言いなさい、ダメだよ。死になさい。死にな。何だか、あんた男見るのあるじゃん。兄貴。この小色の兄貴。やるわね。これで勝ちじゃ。いやこれで勝ちじゃな。やらせー。
いや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 い
ちょっと待って、じゃあ、ズズが、ズズか。ズズですわ。あ、ズズさん。やがい、言っとれないかい、わしがそこで気にしてどうするんだい。それだって。え、砂田さん最後の弁当はやっちゃったんですか？あ、いや、あの、最後あのサボタージュをそうと思って。あー、やらかしね。あー、みんなの前で入ってた。重なった。パインとロアインジのドア閉めようと思ってサボタージュポンって押したら弁当ゲーさんだ。最後の最後に弁当ゲーかましていく。見ちゃいますね。あれって竹雄さん、竹雄さんも見てたの？見てた見てた。あ、そうなんだ。ひばりちゃん助けて、ひばりちゃん助けてって言ってた。あ、そうだったんだ。あ、なるほどね。この試合の結論、弁当ゲーで終わり。早かったな。やっぱ顧客が求めてたものをちゃんと提供できた気がするね。視聴者のこと顧客って言うの。そうだね。